かつて電車の往来が激しくなかなか通れなかった踏切、東京下北沢駅の周辺では2013年3月、その小田急線が地下に潜り開かずの踏切はなくなった。そして地下ではホームの整備などが、地上では跡地の整備などのため工事が続く。だが小田急線の地下化とセットになった計画を知る人は少ない。音楽や演劇などさまざまな文化の発信地として多くの人々を魅了する東京下北沢。2003年に再開発計画が決定されてから街並みが大きく変わってきました。10年にわたる街の変遷と再開発に向かう人々を追ったドキュメンタリー映画、下北沢で生きるが現在公開中です。今回は下北沢で唯一の映画館トリウッドから下北ボイスの実行委員岩渕聡さんをゲストにお話を伺っていきます。岩渕さん、よろしくお願いします。まずこの再開発の計画の全体像をもう一度教えていただけますか。下北沢に、新しい大きな道路27メートル、環7と同じ幅ですね、この道路と、全部それは歩道も含めた 広さですけれど、その道路とそれから、駅前広場を作るという計画がありました。今まで地上走ってた小田急線が地下になったことによって、多少作らないといけないというのがあるんですけれど、その計画と一緒にその大きな道路とでバスが入れるような広場を作ろう、それからその広場ができとか広い道路ができることによって60メートルですか、という高いビルが建てられるような条件によって建てられるようになるということだったんです。その計画が3つがセットになっているものですね。それが小田急線の地下化と一緒に始まっていると。今どのような段階にあるんですか。まず今は地下の工事が始まって、あと5年ですか、小田急線の工事自体あと5年かかります。その後今年の3月から事業期間というか道路 の工事期間というか延長して7年間延長されました。ということはその後また少し広場なんかを整備するということを含めてだと思うんですけれど、詳細な工程についてはやっぱり全部は分からないので、一応期間7年延びたと。この再開発をめぐっては疑問を持っている方々もたくさんいらっしゃって、若い人とか、あるいは下北沢に馴染みのあるアーティストの方とか、声を上げていらっしゃる方はもうたくさんいらっしゃると思うんですけれども、皆さんどういったところに疑問を感じて、反対していらっしゃったんですか。そもそもきちんとした話し合いが周辺の住民に対してもされていない。それから映画の中にも出てくるんですけれど、地権者とは誰なのか、他のところの再開発なんかでは立ち退きとか駅前広場作るとか道路作るところでもやっぱりテナントさんにもきちんとそれなりにお話しするんですけれど、下北沢 のことに関してはあまりそれがやられてないんですね。僕がその一番感じたのは、いわゆる都市計画決定が2006年かあった時に、朝のワイドショーでもやっぱりねニュースとなったんですよね。維新の会の橋本徹、彼が言ったことが非常にね、僕は尺に触って、彼は未だに許したくないんだけれど、町に遊びに来てるやつの意見なんか聞くことがないじゃないかと、彼は朝の番組で言ったわけですよ。これが要するに行政とかそういうことをやる方の意識なんだなと。つまりそこに土地を持ってる方、ビルも含めてね、ある程度のそういう形を持ってる方でしか、言うことができないんだ。じゃあ誰がこの町を作って、町のお店に収入を得られるようにして、それはお客さんなわけですよ。お客さんだってやっぱり自分たちが遊びがなくなったら嫌ですよね。そういうことも含めて僕らは声を上げたんですね。声を上げてどんな形でそれが広がっていったんですか。例えば町を訪れる、住んではなくても、下北が大好きっていう方がいらっしゃったりとか、
まあ、いろんな立場の人がいらっしゃると思うんですけど、はい、どのようにつながっていったんですかね。最初は西武座下北沢が2003年から駅前でこういう開発がありますよと、で反対の署名をしてたんですね。でもやっぱり皆さん権利関係が複雑じゃないんで、そんなに署名は多くは集まらなかったです。でその後、商業者協議会というのが、まあ、中心になって、下北ボイスというイベントを毎年夏、ほぼ夏ですね、その2007年から始めて、シンポジウム、学識経験者、それから、タレント、下北沢に興味を持っているタレント、それから下北沢でお芝居を始めたタレントさん、そういう方を集めて、そういうトークと、それから、ライブですねを始めて、それをちょうど今年やれば、9年目になりますか、去年で、8年目ですから、そういうのを毎年繰り返してます。今回この、まあ、タイミングで下北沢の映画館で、まあ、公開しようと思った、映画自体は昨年完成していたというふうにお聞きしたんですけれども、はい、今年になって公開しようと思ったのは何か理由があるんですか？シンポジウムやっても伝わらないなということで映像にしようというのがまず一つ。それから、昨年ちょうど今年の4月に区長選があるわけです。はい、で一番行政の一番なんていうのかな、先端、一番身近なところで脳を突きつけてくれるはずのところはやっぱり世田谷区であろうと。前回の2011年ですか。震災直後の選挙で保坂区長が、やっぱり下北沢とかそういう大規模再開発は考え直した方がいいんじゃないかと、震災を踏まえてやっぱりいろいろ見直すところがあるだろうということがあって、我々も非常にバックアップしたわけですね。で我々下北沢の再開発も見直してくれる、見直しというのではなくて、なんだろうな、賛成の方も反対の方も自由に意見を言える場を作ろうじゃないかと。で徐々にはそういう方向は当初あったんですけれど、やっぱりこの選挙が近くなってそういう勢いがちょっとなくなってきたんだということで、やっぱりもう一度自分たちの意見をきちんとぶつけておくべきだろうということがあって、この映画にしました。例えば映画を見てもらうと分かるんですけれど、あるお宅では、これ小田急線が地下に潜ったにもかかわらず、地下になった時よりも高いものが実はできてしまったと、なんか自宅の脇に擁壁というんですかね、はい、4メートル、4メートルの壁が立ってしまって、高架と同じような、まあ、高架ほど高くはないんですけれど、やっぱり目の前に、うちの前に壁が立ってしまったと。つまり地下になる、なると思って皆さん喜んでたわけですよ、うん、ところが目の前に4メートル のものが立ってしまうっていうのは、これを地下化って言っていいのか。そのこと自体もやっぱり行政側からちゃんと情報が出ていない、で曖昧に言葉を濁す、そこは小田急さんがやってるからっていうことなんですけれど、これは公共事業なんでちゃんと補助金も入った、ですから行政側も説明責任はある。そういうことに対して行政があんまりにも誠実ではない、こういう工事について、このような工事についてはやっぱりそういうおかしなところがある、ですからやっぱり説明してもらって皆さんの意見を吸い上げる場があって、それで納得づくの上でやる、まあ、100% の納得はありえませんよ、でもそういう場が一つも持てていない、工事の途中の経過を説明する場もない、全くおかしなことだらけなんです。映画の中で、はい、乾物屋さんだったかな、志村商店の、はい、志村さん、はい、まだご商売されてます方が、町というのは時代と一緒に変わっていくものなんだっていうふうに、おっしゃっていたのがすごく私は印象的だったんですけれども、うん、まあ、この再開発を通して、まあ、あるいは矢渕さんが下北沢に通い始めて、まあ、30年町 その文化とか、あとコミュニティとかっていうものがどのようにその影響を受けているかっていうのをどうですか？どんどん他の町と同じような感じになっていますね。確かに僕らも あの言葉にはっとさせられました。僕たちも西武座下北沢立ち上げぐらいからいるんですけれど、町が変わることに対して時の流れでね、普通に変わっていくのは
別に僕たちも止めることできないし、それに対してノーを言うつもりは全くありません。でもそれが何か道路をいきなりね、単純に道を広げる計画じゃないので、町の真ん中にドーンと今まであった100軒以上の店がなくなって、そこに巨大な空白地帯ができるわけですよ。でその店がどっか近くに移転するんならいいですよ。それはそれでまた、まあ、町の変わったな、この店移っちゃったなっていうのはあると思うんです。でも何もなくなるだけ、これはちょっとないんじゃないかというのが僕たちの最初の出発点ですね。まあ、この映画現在公開中なので、まあ、どんな方に見てほしい、もしくはまあ下北沢に訪れてどんな下北沢に触れてほしいっていうふうに思ってらっしゃいますか？下北沢がどんどん悪い方向に変わっていくのが嫌な人にまず見てほしいです。それから地元の方にも、まあ、この周辺を含めてですね、一体ここで何が行われているのか、この10年ぐらいの流れを見ると自分たちでも思ったんですけれど、あ、こういうふうに変わってきたんだ、あ、自分たちが気がつかなかった変化がやっぱり10年を通して1時間半ぐらいにすると分かるんですね。その 10年の中の自分の中の記憶ですと分からない部分、そういうものをもう一回見ることによって分かるんじゃないかという思いはありますね。はい、今回は下北ボイス実行委員の岩渕聡さんをゲストにお話を伺いました。岩渕さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。